家入りかずま、家入りかずま、家入リ,リカズマ、1978年12月28日体は、日本の連続企業家、シリアルアントレプレナー、実業家、投資家、GMO ペパボ創業者で、代表取締役社長を歴任した、福岡県立玄海高等学校を、高校1年時にいじめを原因に中退し3年間、引きこもりとなり、 大学入学資格検定に合格し地元の美術大学にも合格するものの通わなかった。芸大美大受験の予備校である美術研究所が塾卒業。デザイン会社に入社。在職中にウェブサイトのデザインに興味を持ち、ウェブデザインの技術的知識を身につけようとコンピュータのシステム会社に転職し技術を習得する。その後、株式会社ペイパーボーイ &CO を 創業29歳の時にジャスダック市場へ最年少で上場した。現在は株式会社ペイパーボーイ &CO を退任しシリアルアントレプレナー連続企業家としてクラウドファンディングサイトを運営している株式会社キャンプファイア取締役スマート EC 運営ベース株式会社共同創業取締役カフェプロデュース運営 パーティカンピニーインク代表取締役スタートアップベンチャー投資パーティファクテリーインク代表取締役モノづくり集団リバーティ代表など様々な業種のベンチャー企業に参画しているまた企業モノづくり新しい働き方これからの生き方引きこもりなおテーマとした講演を多数行っている現代の若者たちの駆け込み寺。 シェアハウスとして、リバテイを全国に作るなど、リアルやネットを問わず、カフェや、ウェブサービスなど人の集まる場を作っている。都知事選出馬するも落選。政治団体、インターネットを立ち上げ、政治活動を始めたが2016年7月29日現在、活動を停止している。妻、エッセイストのシハラ・アキコと、子供、一男かずめとの4人家族である。 妻とはインターネットのコミュニティサイトで知り合いメールを通して交際を始めた。その後、彼女の高校卒業と同時に同棲を始め、家入りが22歳で、彼女が18歳の時に結婚する。現在は離婚。個人的にブックログなどのアプリの開発も行っており、これらが話題になることも多い。 2009年10月8日より、ペーパーボーイ &COO の正式な運営サービスとなっている。また、日本経済新聞や IT メディアニュースといった雑誌、新聞、ウェブサイトのインタビューを受けることが多く、過去には内閣メールマガジンに寄稿したことがある。スタディギフトは、学生を支援するために、2012年5月に設立されたプロジェクト。 理念は、従来のどんな人に、いくら渡るのか分かりにくい寄付、ではなく、この人に共感するから支援、を実現すべくオープンした、学費支援プラットフォーム、リバーティプロジェクトによる、クラウドファンディング型学費支援プラットフォーム、スタディギフト、スタデギフトを、ブロガーの吉永と共同で立ち上げた。当時、Google において、 フォロワー数日本一の総大生として有名であった、早稲田大学3年生の女子大学生への支援を呼びかけたケースが問題となった。この女性から、家入りは成績不振を理由に、日本学生支援機構などからの奨学金を打ち切られ、大学に通えなくなっている。という話を聞き、信じた。苦学生を救いたいという思いから、彼女の復学への支援を呼びかけるため、 2012年5月17日にサービスを開始した。サービス開始時、学校に行きたくても学費が払えなくて学校に行けい、という文をサイトに掲載させていた。事実関係の把握後、家入りはメディアや支援者からのすべての質問に答えるなど、事態の収束に奔走した。今回の事例について、弁護士の大田信也は、退学状態にあったことや、 再入学についての説明が不十分であったことは否定できないと思います。特に再入学できない可能性が明らかになった後もその点を明確に説明せず支援を集め続けた点はかなり問題があると思いますとこの時のスタディギフトの問題点を指摘した。これに対して吉永は復帰できない可能性を承知で支援金を 募り続けるという意図は全くありませんでしたが、返信を急ぐあまり、18日に、坂口さんと大学館で行われたという話し合い、ついて、当初用意していた特別スポンサー様宛へのメールに、詳しくご説明を盛り込むことができなかったのは、完全にこちらのミスになりますとコメントした。現在、スタディギフトは、前回の改善点を活かし、支援を受けたい学生はまず、 エントリーシートを送付し、その後、虎選考という名の面接を通過して、初めてスタディギフト掲載となる。という形にリニューアルにされた。選考フローや財務面についても説明を行う。2014年2月9日投開票の2014年、東京都知事選挙に立候補。従来の選挙とは異なるインターネット選挙に取り組み、 都知事選の協託金300万円をクラウドファンディングで集めた最終的に集まった額は744万7500円。当初は街頭演説を行わず、選挙事務所も持たず、ツイキャスなどによるネット演説を多用し、制作のすべてをツイッターで公募した。選挙事務所は途中で構え、街頭にも立ったが、ネット中心の活動を街頭にも広げた形だった。 結果は88,936票を獲得するも16人中5位で落選した。2014年2月10日、新しい政治団体、インターネットを立ち上げることを表明した。2020年までに東京23区のすべての区長選挙に候補者を擁立することを目指していたが一人も候補者を立てるこなく活動を停止している。賛同者には、 実業家の堀江貴文、ロンドンブーツ1号2号の田村敦、ジャーナリストの堀潤、安藤美冬、評論家の宇野爪館が名を連ねている。楽しくご覧になりましたら購読と良いです。クリックしてください。